どうもタブヤンです。ロックマン3続きやっていきたいと思います。未だにねボスの弱点を一つも見つけられておりません。戦う順番が間違ってるのかな。ロックバスターばっかりで戦っております。ちょっとなんか特殊な武器が多くないですかね、このロックマン3ね。さあシャドウマン、こいつだけ一度もプレイしてないので、今回はシャドウマン行きたいと思います。あ、手裏剣っぽいね、なんか武器が頭に手裏剣ついてる。あ、いきなり左か右かの選択か。左に行こう。一緒か。もう一回左。あ、いた。いた。あ、いた。最悪のスタートだ。あ、工事中だ。工事中の人。下に降りる降りるステージなんだね。またあいつか。お前のやっつけ方はもう分かった。あ、あータイミング、ジャンプのタイミング、ここだ。あー、ジャンプのタイミング失敗してる。よし、ここ成功。よし、ダメージ受ける。結構ダメージ受けたな。最初の一気でちょっとね、いけるとこまで行きたいよね。あの、なんか折り返し地点まで行きたいね。お、やった、体力回復。何これ、え、何あいつ、あれを倒さないといけないの。え、全然わからんじゃん。え、なんのこれ、これ絶対無理じゃん。なんかアイテムあるのかな。あ、ポーズしたら見える。レーザーだったらわかるとか。あ、よかった、あいついなくなったら見えるようになった。なんなんだあいつは。あ、また来た。こいついなくなるまで耐えるしかないのか。待機でいいんじゃない。実況しないというね。オッケー、楽勝じゃないか。あいつ無視すればいいんでしょ。危ない危ない、危ない、どうなってんの。待機待機待機。ああ、こうなってたのか。あいたー、死ぬー。あいつが来る前に移動するんだ。あ、また来た。警戒は怠らない。あ、これチンタラしてたらダメなんですよ。あー、やっちまった、まただ。これ動画の編集大変だぞ。まったく。どうやって倒そうかな。よし、ロケットパンチとかの方がいいのかな。あー、やばい、こいつやばい。よしよし、できるだけこの一気で進めるとこまで進む。何これ、なんか罠がありそう。ほっ、そうでもない。なんだ、新キャラ、危ない。なんだあいつ、邪魔。どっから、よーし、やった、中継地点まで目標達成。さあ、この一機で、ボスまで行くのが目標かな。
これ使おうかな。やばい、こっちこっち。よし、敵を消してと。当たらない。くっそー、やばい。よしよし、うまい。あいつだよ問題は。あいつなんか対策ないかな。これは直線的だからね。駒かな、駒でやっつけようか。よし、降りたらどうなるのあいつ。あ、降りな、なんだ、ほっ、一歩ずつ一歩ずつ、ほっ。よし、いいね。慎重に慎重に、おっと、もう一丁いけるか。ジャンプコマ、よし。ちょっとね、コマ反動があるんだよねこれ。おっ、よし。怖いわ。あー、やばい、危ない。あんまり役に立たないな。おし、なんか使い方間違ってるのかなこれね。さあ、ロックバスターでいこう。あ、ボスか。よし、やった、目標達成ですよ。さあ、どの武器でいく。まずはレーザー使ってみようか。あ、あんまり効いてない。ハンマー。あ、しまったー、効くかどうかわからなかった。くそ、レーザーは効かないから、これでいってみようか。ハンマーで。たまには成功してくれー、武器。ハンマー。お、結構効いてる。あー、ただ外すと。あー、くそ。あ、なくなった。しかもなくなったー。もう一回リベンジしますね。なんかバランスが悪いんだよね、武器のね。ロックバスターが一番バランスがいいような気がするんだよな。あ、エネルギーは回復してくれるんだね。このコマも、こいつもね、なんか連打できないもんね。最初の一気で、また来れました。コマ試してみる。ロックバスターの前にコマ。あ、ダメージ与えた。コマ効きますよ。結構効いたね今コマ。よし、やってみよう。接近戦だ。もう一機いるからね、コマで勝負ですよ。あ、なくなったコマ。ちょっと待って。ロックバスターだ。でも効いてる、めっちゃ効いてる。あ、惜しいけどコマなくなったから大変なことになりましたよ。くっそー。でもシャドーマンにはコマが効くこと分かりましたね。コマって何なんだったっけ。トップマンか。ちょっとメモしとこう。初めて聞くのが分かった。オッケー。でもちょっともうハンマーしかないからハンマーでいくか。これまた負ける気がするな。接近戦。やばい。あー、やばい。
やっぱコマの方が効くね。ロックバスター。あー、やられまくっております。もう一度戻ってきます。さあ途中でね、幸運にもワンアップ取れました。今度こそ3度目の正直。本命はコマなんですよね。コマもね、全エネルギー残ってますんで、まあ、最初はちょっとロックバスターで練習するか。2機目が勝負でいこう。こいつの動きを覚えましょう。スライディングしてくるんだよね。そして手裏剣投げる。あー、手裏剣、ロックバスターでは厳しそうだねこれ。さあもうでもコマでいくか。さあこの一気にかかってますよ。接近戦で駒。よし、あった、タイミング合わない。よーし、やりました。初めてハマりましたね、武器が。いやー嬉しい。超接近戦だもんね、このトップマンの武器。あ、そして手裏剣っぽいの手に入れました。いやー長かった。あ、アンドラッシュマリーンって何？なんか2つ手に入れましたよ。さあ、あとはリベンジのみ。スパークマン行こうか。電気のやつね。最後早速手に入れた武器を試してみようか。あ、これ何？ RM。 あれ、ここでは使えないんだ。何なんだろう。手裏剣。あ、いた。お、あー、射撃範囲は短いね。オッケー、覚えたぞ。あ、これか。ちょっと思い出してきたぞ、この目。あー、早すぎた。あ、タイミングずれた。あー、下も当たったらダメなんだ。やばい、死にたくない。死なずにボスまで行きたいね。なんか思い出しました、この面ね、ボス戦の前でここでやられたんだね。手裏剣でも打ちながら行こうかな。行くぞ。あっと、ここ助けて。よし、耐えた。耐えたぞ。あ、急いで行かないと。よし、手裏剣打って。よしよし、突破した。初めて突破した。よーし、来たぞスパークマン。どうしようかな、ちょっと試そうか。これの、これでいこう。さあ、ボス戦初めて。聞いてない。どうしようかな。レーザー。聞いてない。オッケー。2つ消えました。これとレーザーとこのパンチ効かないんで、コマはでもあいつだからな。これしか残ってない。
手裏剣。よし行こう、手裏剣で。あ、結構効いてる。あ、手裏剣効いてます、やったしかもね、手裏剣上にも斜めにも投げれるんだ今覚えました、やったぜ。手裏剣シャドウマンの武器ですね。オッケー、スパークショックゲットしました。ということで今回2勝できました。次回スネークマン、ニードルマン、マグネットマンをできれば一気に倒したいと思います。それではまた、さよなら。